どうも皆さん、よろしくお願いします。あのデータもらっていいですか？あ、聞こえてる？あ、いや俺手で持ってるよ。皆さん、ちょっとね、トントン拍子で今進んでまして、今日からね、今日からとか今からトライアウト日本代表決めて、もうね、いずれ世界一になるメンバー今日決定するんで、ただね、一個僕に弱点があって、僕サッカー知らないんで、皆さんも一緒に先行してくださいでプロの方もね、ちゃんと見て判断してくれるということなんで、最終判断俺らしくて、こいつを取りましょうみたいななんで皆さんをね、ちょっと頼りにやっていこうかなと思います選考基準なの みたいな、これ見せていいのかな、いいよね、これ見せても。はい、選考基準はこんな感じ。選手たちを1から10までの数字で評価、守備能力、攻撃能力、技術、フィジカル、ゴールキーパーで決めて、ゴールキーパーの方はセービング、パス、反射神経、フィジカル、こんな感じで決めます。1個問題があって、さっきの皆さんの前で挨拶したんですけど、すごい偉そうに挨拶しちゃって今日ね、みんな僕と一緒に世界一を目指せる人を探してるんで、すごいちょっとハードル上がっちゃったかなっていう。ただね、俺が全部決めるわけじゃないんで、最終選考はね俺なんですけど、ただサッカー分かんなすぎて、一応メモ取ってるようなフリはしとくわ、こうやって半分やらせてる、だから僕に関しては。ただ真剣にね、メモ取ってるフリはします、一応ね。これさ、選手の名前とかも言っちゃっていいの？ほぼメディアで OK 出てるんだ。あ、そうなんだ、大丈夫です。なんかね、元プロの方とかね、そのこれ言っていいのかな、これこの人のこととか微妙だよね言わない方がいいよね、多分ね。なんかいろんな方が名前を OK だから、いいよね、大丈夫だと思います。許諾は取ってるんで、もういろんなね方が来てますよ。で、この後20時30分からキックオフということで、緊張してます、僕。どういう態度取っていいか分からなくて緊張してます一応さすがにこうだとさ、ちょっと厳しいからさ、外カメでいくね。こんな感じで、どこで見たい、みんな偉そうに中入っててさ、中で ピッチの中で見ようかな俺どう、ピッチの中で見ていい？あ、ゴール裏いいね。どっちのゴール裏行きたい？ゴール裏行ってみようか。行けそう？ガチじゃって、そうだ俺ガチだってちゃんとやってんすよ。みんながさ、おい何番いいぞって教えてな、ちゃんと。結構ね、その有名な方の、ね、息子さんとかもいらっしゃって。ここどう、元プロの YouTuber の方とかも見えづらいか。顔わかんねえ、顔まで映したらそんなドローン飛ばさなきゃいけねえじゃねえか。ゴールだってここ行けってこと？コートの中入ってっていい俺そんなきゃいけねえじゃん、コートの中さ。あれしていい、なんかストイコビッチみたいにさ、ロングコート着てコートの中入ってっていい
ねえ、こう監督の方がうまいみたいな感じで。真ん中にしろ、無理だろ。怪我するわ俺。怪我するわ。どの辺がいいかな。審判みたいに動きながらやる。俺も声でしょ。あ、始まったけどさ、ごめん、どこで見たい。真ん中から見るか。真ん中、あ、でも中入る俺。大丈夫そうだから。ストーリー許して。これ15分ハーフでハーフタイム5分で。一応さ、俺のさ PK の練習も一回引きしようか。みんな終わった後。いい。俺蹴るかもしんねえじゃん。いいよね。プロに勝てない。あのさ普通に代表と戦うわけじゃないから、一応これの人たちと戦うんだからね。サッカーってやってる時こうやって声出すんだ。みんな元プロの方もいるね。ガチでやってもらって、ガチだっつってんだろ。なんでガチじゃねえんだ。かっこいいよね。そりゃそうでしょ。なんで申し、これ挨拶する時申し訳なかったよ。まあ、僕はちょっとあのサッカー詳しくないんですけど、真剣にやってるんで。那須さんいらっしゃってくれてる。うんこちゃん要素なくないですか。で俺が PK 蹴るしかないよね。それで無理やり出してくわ。そしたらなんか俺の企画っぽくなるでしょ。見えてる？みんな。OKOK。画質うんちだけどちょっと許してよ。一応さ手ぶれやばい。ズームした方がいい。うわこんな感じで、あ、すごい。いいねとか言ってけどさ、俺たちさ FIFA しかやったことないから、おめえら別に詳しくねえだろ。なあ、これってさ、はコート的にはどんぐらいのコートなんだろう。フットサルのコートなのかな。サッカーってかっこいいわ。外したやつ外せ。俺そういう人になりたくない。みんなそういう人間になりたくない俺。そんなさ簡単に点なんか取れないだろう。厳しくない。なんかいいカメラマンだな俺。サッカーってさカメラマン難しいね。なんか俺がさこの前やった FIFA のさゴールみたいなの出ねえかな。空中で1回転するような。
ドローン飛ばしてるか。純の推し合いますか。今推し探すね。じゃあジオンで意外と手間だよな。名前読みがね、いいよ。ちょっとじゃあ紙持ってきてもらっていい？そろそろ選手を紹介していきますか。こんなに世界と戦えんのかよ。今やっぱ伸びしろあるチームなんで。チームは。周りのレベルどんぐらいかな感じなんだろうね。ゴールキーパー成田雄星くん、和田凛太郎くん。あ、これで評価するんだ。誰って、それは全員プロなわけじゃないからさ。全員プロなわけじゃないよ、もちろん。そんなさ、俺さ代表の監督じゃん俺。そんなのねえ、外れるのはカズ、三浦カズとか俺が言うの。三笘と久保どっち使おうかみたいな、そのレベルはさすがにさ。おお、ネイマールとか出んのかな試合。プロ一人 OK なんだっけ。あとはプロダメなんだよね確かね。いや全員プロはないよさすがに。あの一人だけ OK だった気がする。プロもしくは元プロ。ただ他の海外はそれがネイマールであったり、ね、ロナウジーニョであったりするだけだよ。簡単な話じゃん。ただそれだけ。ネイマール怪我してから出れない。怪我早く治るといいね。確かにオニアみたいな声の人いるね。今まだ出てるよね。俺もなんかさ一言さ、俺もなんかさそれっぽいこの大きい声言ってみようかな。ねえ、なんかちょうだいよ、これ言ったら士気上がるぞみたいな。めちゃくちゃでかい声で言うわ。外したらさ言っていい。外したら言っていい。まだ浮かれたくねえのか。そんなもんか。叫んでいい。いいかな。嫌われるかな。でも それも俺の仕事じゃない。いいね。
うまい。4枚ぞありがとうみんな丸押しとくね。お前どうやって評価すんだよ、わかんねえよ、能力なんて。だってさ、これさ、鍋つねが評価して三木谷さんが選手決めてると思うんだからね、これね。え、無理だろう、そんなの。この人を取りましょうみたいな。まあでもその先行してくれる方はいるんで、座って見ていい、みんな。よいしょ。見やすいよね。なんかズボンのやつ全員落とせ。なんでサッカーで長ズボンダメなの。長ズボンって言わないで。うおぉ、行ってみせてくれ俺に。全員自己紹介させろ。だってさ、あれじゃん、その、この中で受かる人7人になるのにさ、申し訳ねえじゃん。必要以上に群れないんだよ。あくまでもトライアウトなんだよ。選手紹介行くか、じゃあ。ごめん、しようと思ってて。熱を帯びてきてるね。俺もコンビレコー出してるよ、みんな。野球だったら出すんだけどな。寝てないわな。引きが回りてるぞ。スタッフ何人、1、2、3、4、5、6人、もうちょいいるか。YouTube やってるやつ落とすね。中動き直し、中の選手動き直し。これ どこチームがやってるんだろう今。チーム、うん、松本さんは今日いないよ。なんかそのスペイン語ができる人。キングスリーグの日本のなんか代理店の人。声、俺にボールあったら無条件で落とすから、マジで。ふざけんなっつって。一瞬じゃ前半丸一っていうのがってことは、ゴールキーパーは沖田雄也くん、チーム A、 こっちかな、沖田くん。ちょ、ごめん、これ選手紹介しながら試合見れねえよ。なあ、俺スキルやばすぎだろ。生放送しながらカメラもやって選手紹介してスイッチングしなきゃいけないんだよ。今日マジで急遽俺携帯一つでやってるんで、皆さん許してください。
さすがに。いや、ネジはさ、今さカメラ回してるからさ、そうするつもりなかったからさ、今日生放送。名前だけあげてっていい？ゴールキーパー沖田優也くん、ディフェンス山田一樹くん、布光成くん、ミッドフィルダーわらや直樹くん、直子の直だから彼注目っすね。彼いいですね。野本光太くん、フォワードが小林健太くん、酒井龍くん、めちゃくちゃスケートで死にかけてるよ。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。後半勝ち行くぞ、後半勝ち行くよ。いや、こんなさ歯入ってる選手にさインタビューできねえよ。気持ちいいね。でもね、あとなんかね、そのスペインのそのコーディネーターの方のが担当してる配信者の方もいた。はい、ジュンとか言って、俺最初なんか海外版のヘズマみたいなやつ来たと思ってびっくりしちゃった。すげえ冷てたと思ってた。変なやつ来たと思って。私は5年日本に住んでいます。でもすっごい好青年だった。名前なんて言ったっけな。配信も知ってるって言ってたよね。今選手紹介しよう。今こそ選手紹介だよ。ここでしょ。あ、これ入り混じってまして、前半と後半、この丸2の方ですね。選手は A、B、C、D 混じってます。あ、そうなの。違うでしょ、これ。 B のこっちじゃないの。こうじゃない、後半丸2。文字わかんないよね。まあ急遽の生放送だからみんな許してよ。今日本当は生放送するつもりなかったんだ俺。というのが、その選手たちはメディアへの出演全部 OK で出てますよって。こんな感じでやってます的な。ただ見方もわかんないんだ、まだちゃんと。せっかくだからね。お前のドリブル見せてみろ。ちょっと後半出ない。そう、俺ので赤白で書いてある人は、あの、あ、黒白情報書いてある人が前後半出て、あ、そういうこと。白だけかったよな。下手です。で、俺のさ、得意の右サイドからクロス見てくれ。クロス？あの、よくゲームでやるんだけど、右サイドからクロス見てくれ。どう？下手です。想像より疲れるんだけど、これだけでこんな疲れるんだけど。どう、俺のピンポイントクロス恥ずかしがらないというかガチなんだけど今の。ちょっと待って、もう一回。じゃあ遠くから行きます。おすげえすげえすげえ。
これ決めるんで。これお前決めるんだよ。最後ジャージが超終わった。これお前決めるんで。今よかったでしょ。なんで聞いてんの。想像よりも見方分かりました、うん、A、B、こう前半後半両方出る方と片方しか出ない方がいるみたいです、うん、なんで今 A と B のチームで戦ってます。じゃあ後半出るのはゴールピックキーパーが和出くん、ディフェンダーが山田樹樹くん、布尾康生くん、ミッドフィルダーが板橋くん、小田くん、山中壮太郎、小林健太、ゴールキーパーは関谷、あれなんて読むんだろうね、これ力、あれ那須大輔さん、石井海輝くん、って感じですね。いや、那須さんも僕知ってるよ、あの元プロね、 YouTube やってる。元プロで固める、いや元プロも一人しか出れないの。俺もちなみに出るからね。ちょっとさ、このさトライアウト終わった後にさ、俺の PK の診断みんながしてくんない？でお前らが蹴っていいよって言ったら俺本気で蹴るから、マジで。でも人生終わってもいい、そこで。そう、俺やっぱ本当に夢に見てたから、それで本当に射殺されても俺も文句言わないから、誓約書書いて受ける。見づらい？悪くない？許してね、マジで。本当に今日、俺携帯でやってるからさ、急遽。ちゃんとしたあれ整えるね、今度。ああ、あれに当たっちゃったね。今、調布でやってんだ。でみんな一生懸命やってくれて嬉しいよ。でしかもこの俺ズームも俺がやるね。でもあんまりねズームすると、ね、逆に酔っ払っちゃうんだ、見づらくて。ちょっと1点ぐらい見てえな。場所言うの確かに。許して。おお、いいね。ナイスゴール、ナイスゴール。え、今入った。うまいね、今の人。尊敬すぎない？全員エゴイスト取りたいね。オレンジジュースうめえな。お前も声出すよ。俺も声出してんだけどさ、なんて声出していいか分かんねえ。いざいざーって言って。やっぱ率先してそういう雰囲気作ってた方がいい。あんまりさ、オーナーってそういうことしなくない？ね、監督とかじゃないの。俺あんまシャシャリ出た方がいいんじゃないの。萎縮するだろ、そんな。一喜一憂するもんなんじゃないの。でもさ、新鮮でよくない？なんか
てか俺も画角に入れてほしいな。中谷呼ぶか。すげえ雰囲気いいね。ナイスキーパー、ナイスキーパー。ちょっとみんなでするわ、俺も真似するわ。ナイスキーパーって言った後にさ、ペンでさ書いてるフリースロー、こうやってメモメモって。どう？ナイスキーパー。審査してる感じは出さなきゃね。嘘でも。中にカメラマン任せていい？大丈夫ですよ。ね、どこ映せばいいですか？俺越しに。うお、めちゃくちゃうまいじゃん、あの人。マジですか？ナンバー？今映ってなかったでしょ。いや、わかんないです。映ってたか。めちゃくちゃうまかな、でも。採用ってきてます。体で示すわ。その画面で見せてくれさ、こげえわ。すごい突貫工事で映ってる。映ってます。ちゃんと審査してるっぽく見えてる。ふうにはどっか行っちゃったっすね。これ本番さ、生放送しながら試合見るの超怖いんだけど。これ気が気じゃねえよ。もしかしたら PK 行けって言われるかもしんねえみたいな。一回そっちで音量上げて確認してみる。あ、うん、でも多分入ってる。うん、入ってる。あ、オッケーです。めちゃくちゃ長ズボンアンチがいる。なんだよそれ。いいでしょ別に。ダメなの。そんな雰囲気で審査してるのは俺たちだけだぜ。日本だけだぜそんな。おお。
2番のこっち。さあさあさあ。2番のこっち。セカンドボール、セカンドボール。オッケー、ナイスキーパー。あとあとスライスライス。もう一回もう一回しよう。マーク見て、マーク見て。マーク見て、マーク。はい。押すぞ、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 押すぞ。ナイス。はいよ、はいよ。ゴール、ゴール。うわー、重いこれ。自然と、自然となっちまったじゃん。俺もサッカーファンに自然と出ちゃった。うわーとか言って。すごいおっさんなっちゃった。カメラワークいいね。本当ですか。うん。ナイスです。フリー。ちゃんと俺もあれしあれしてね、ストイコビッチみたいにかっこいいと思ってボール来たらもうこっち返すバーン。なんだっけ、俺の好きなあのトラップ超うまい黒人の選手。誰でしたっけ。マルサルだ。あ、マルサル来たらマルサルみたいなあれするわ。ナイス。うちでもサイドバック足らなかったら俺出るから代わりに。でも運動量には自信あって1日1試合16キロ走るから。なんかさ、決してさ、あのいつもこういう企画とかやるときってさ、俺の視聴者が来てくるじゃん。なんか普通に全然俺のこと知らない人も探してくれてるから、あんまり自分色出せないんじゃない。あんまり自分色出さない方がいいんじゃない。俺もボランチできますよとか言ってんだよ。ちょっと失礼じゃない。なんか皆さん真剣でやってる。おお。完璧。行こう。戻して。戻して。AB のチームですね。はい、切るか。ナイス。ああ、ナイス。
礼だけどさ。行けよ行けよ。ナイスキーパー。ナイスキーパー。よっしゃ。さあさあさあ。さあ背後。ああごめんごめんごめん。さあさあさあ。みんな体力ないなってエミエルに言われたくねえだろ。めっちゃ走ってんだろ俺。無理だろ。俺さっきちょっと走ってシュート打っただけで息上がったのにさ。こんな走っててさ。ナイス。これ俺の反転しちゃいました。これ寄せれないんですか。あ、それ寄せれない。あ、寄せれないんだ、うん。どう仲良い。普通に顔バレちゃった気分。なんか毛穴丸めで最悪です。すごいショックですね。ごめんなさい、ごめんなさい、ここからCとDの、うん、はい。その後、ごめんなさい、その後。CとDはね、こんな感じ。和田雄生くん、成田雄生くん、和田凛太郎くん、金竹浩二郎くん、安藤大将くん、田坂一、ちょっとごめん名前が分かんない、石田くん、岸正俊くん、田辺圭介くん、佐藤聖斗くん、海老名裕太くん、平井達也くん、星野すばるくん、西村武蔵くん、薄井亮くん、三浦和馬くん、小山雄貴くん、炎上健介くん、栗原レオくん、森安翔平くん、星野聖志郎くん、鈴木ファトミール、鈴木ファトミール陽介いいね、羽田和樹くん、その森保監督の息子さんいらっしゃってるらしくて、よく分かったらいいね。マジだって PK 見てほしいんだよ。俺審査してほしいんだよね PK。 出たってさ。なんかあの人がツイッチのストリーマーの人なんだけど、普通にボール奪ってくる俺が体入れて。いい、負けらんないじゃん。体入れてきていい。スライディングして削ってきていい。ザーッとか言ってFIFA みてえに。私180ぐらいあるからさ。でかいっすよ。勝ち目がないって。
習から上手いんだけど、19番の方ね、練習段階から上手いんだけど、あの長身の人見ててほしい。要チェックや。絶対俺がさ、ゴール入れまくったせいで迷惑かけてさ、ボール出したわけだ。できるだけ迷惑かけないですらもう決めた。邪魔しないです。一生懸命やってる皆さん。僕にも一応職務があって、広めたいっていう気持ちもあるんです。選んでいただいたからにふざけてやってるわけじゃないんですよ。僕の仕事は。取りに行くのが暗黒のルールであるんだ。調子乗ってるやつみたいじゃん俺じゃ。今回練習風景は適当に撮ってたよ。野球部もボール拾いあったわ確かに。そうだね。忘れちゃいけないな、確かに、そういう気持ちを。え、今向かってる？さっきまでそう、子供たちがずっとフットサルやってた、それですね。ありがとうございます。あとね、那須さん来るでしょ？那須さんのファンの子たちが待ってるんだ。なるほど。そっか、そうだよね。サッカー見せたらもう見てるから。確かに。全然でも俺に寄ってこいよ。知名度ゼロやん。誰このおじさんみたいな顔して。誰、何この短足みたいな顔して。必要なんで。どうするめっちゃひどかった。いいねでもああいう攻撃めっちゃくちゃいいよ。いいよね、やっぱムードメーカーって言った人だもん。行こう行こう。そりゃもういい。世界取り行くんだろうがよ。行こう。チームメートだぞ。おい、おい世界取り行くんだよ。全員で受かろうぜ今日。いいよね。素晴らしい、素晴らしいよね。まず目が行くもんね。見た目もいいよ。あの自分からだけ落ちたらどうする。他の人に向かって。いいよいいよ、お前らで世界目指せよ。それでもやっぱ俺がポケットマネーで連れていく、もし万が一そうなったらそれ奇跡起きてる。いい、本当にめちゃくちゃいい。おいおい
かおい。何しに来てんだよ。世界取りに来てんだよ。行こう行こう。全員で行こうよ。本当でもふざけてない本当だから。ハーフタイム5分30分ぐらいキーパーの子調子いいんだね本当に2メートルなんじゃない195ぐらいあるねめっちゃ大きくないそっか前後半で選手変わるからまたちょっと。じゃあ。
すみません。信じられない。なんかウィナーズっていう YouTube のサッカーチームのキーパーみたいな人。ナイス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 。13番ちっちゃい子めっちゃうまいんだけど。いやー、ナイス。戦場カメラマンみたいな。スイッチ入っちゃってんじゃん。13番のちっちゃい子、めっちゃうまい。あの坊主の。ネタバレすると僕は選びません。もう分からないプロの方が今3人見てくれてて、そのプロの方が選んで、この人でどうですか加藤さんって言われて、俺がその人にしましょう。最終決戦。さすがにそうでしょ。楽しく、まず楽しく。ここはマイクだ、マイクだ。
が。まだヒートアップしてる。もうね、優勝候補俺たち。もう優勝候補なんですけど。そんな熱を帯びて応援してくれる。見てるよ、キスさん。なんか応援してるよ、キスさん。アイナもらえる。そうそう、さあ、いたいた、打てる打てる打てる。なんかさ、あのキスさんうまいから、キスさんに実況してもらえばいいんだよ。俺俺の放送をキスさんに PK 渡して。俺だって PK 切るときさ、キスさんに解説してほしいじゃん。キレイまんまなんだよ。ナシナさん、ナシナさん、前から前から行こう。準備、ヒット準備。ヒット返しますね。ヒット返します。今度だって君、お疲れ様、帰っていいよって言って。すげえ嫌なやつじゃん、俺。パスポート持ってきてるよね。行こう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 。こんな素敵な企画に呼んでくれてありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。何の撮影なんだろう。これちょっと時間あるよ。タバコ吸いに行こうか。ちょっとあタバコ吸いに行くところも生放送して。俺の苦悩みたいな感じで。
やめちゃめちゃ良かった。中ですね、ピッチの中ですね。ピッチの中ですって怒れるから。スイッチの人めっちゃうまいじゃん。うわ最悪ネジこれさ、ちょパワーでさ、無理。詰まっちゃった。でもやっぱすごい素人目から見ても上手だなって思う子何人かいるね。あ、もちろんもちろんもちろん。あ、大丈夫、そんな。あ、本当ですか。すいません、すいません。もらいアイコスしてた。貸しアイコス、すいません。あれだね、たまにはこうやって外でやるのもいいな。最近さ、俺見てばっかじゃん、ハイゲーとかさ。自分が体張るやつやりたいな、一個。体張る。これさっき車の中で考えたんだよね、動画の企画。え、なんでもいいから一個日本記録か世界記録持つっていう。マジで、どんな記録でもいいから。なんか、ワールドレコードってことですか。ワールドレコード。タイトルワールドレコード11って書いてある。缶積むとか。缶積むでも何でもいい。何でもいい。何でもいい。始まるかな。もうちょいか。よし、もう。はい。どうなっちゃう。あ、すいません。アイコンされそうになりました。ありがとうございます。あ、すいません。すいません。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。最後の15分かな、これが。金の卵見つけようぜ。ゴールデンボールを、ゴールデンエッグを見つけようぜ。
来てるかな。スペインで忙しいんじゃねえの。うわあ。うわあ。うわちょっと金髪に向こう前髪だけめちゃくちゃうまい。17番さっきシュート打った人、15番緑の15番です。インジョー選手、インジョー選手、インジョー選手。なんか今普通に嫉妬しちゃった。俺もああいう風に走ってみたかった。石尾の全力疾走見てくれ。この流れ終わったら体でかいですね。
るな、目切るな、放送、放送、最後、最後、はい、ファー、ファー、後ろ、後ろ、ああいう気持ちでプレーします。最後3本のシュート背中ちょっと離れた絶対出たらゴール中よ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 時間きちいよな。後半の残り5分。
ルセロチャンス。もう一個。すごいごめん、真剣に見ちゃった。でもオッケー、ナイス。さあ、ということで皆さん、突如生放送しましたけど、こんな感じでね、僕たちは日本代表をトライアウトします。結論から言うと僕ちょっと分かんなかったんで、まあ、でも素人が見ててもね、この人どんだなみたいな人もいたんですけど、厳選なる審査の結果、採用させていただきたいと思いますんで、また追って発表します。カロリンチ PK のコーナー行くって、ちょっと俺の PK 見てくれよ。やってもらいます。ここからと PK で近くね、こんな絶対決まんじゃん。じゃあいいよ、どっちに蹴るかでコメントして、多かった方に、俺が蹴った方が多かったら止めたでいいよ。右か左か決めてください。行きます。どうだった？ Thank you。 絶対左、右が多かったでしょ。
ちょマジで弾丸シュート決めろ。なんかキック力が落ちてる、もっとバチンって言ってなかったのかしら。欲しいな。ちょネジキーパーやってよ。それなりの覚悟で止めてる。はい、うん、怪我しないように。こんにちは。ネジバーサス俺。ぽいなんか、なんか僕ね。だからじゃあここから撮って。行きます。運動不足は見ないで。どう？うまいってきた。いける。いけるでしょ。蹴れる。でもネジで止められなかったんだよ。キーパー呼べ。ちょっと長身の子にさ止めてもらおうぜ。めっちゃもうみんなもうめっちゃ疲れてるから。ちょゴールキーパーしてもらうわ。俺のシュート止めてみるよって。一個だけボール借りてもいいですか。すいませんすいませんすいません、ありがとうございます。ちょっと一発打っていいですか。あのガチンコ勝負でいいですか。はい。あの調子のキーパーの方が本気で打っていいですか。はい、男と男の勝負。わ、おっきい、すげえ。ゴールすげえちっちゃく見える。じゃあ行きます。どうっすか。いや、めっちゃ良かった。ほらもうちょっと逆にちょっとほらすいません、ボール。あ、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 じゃあ行きます。はい、来るぞこれ。カシージャスでしょ今の。ね、あれだ。よかったね。今よかったでしょ。どうだったみんな。俺 PK 蹴っていい。 PK 蹴っていい俺。マジで、でも右にしか蹴れない。今ので、今、俺だって今、俺左になったんだよ今。もうそういう右に飛び降りできてる体の仕組みが、みんな。俺も左になったんだよ。もう再現性がえぐくて、全部あそこに飛んじゃう。マジで。そういうできてる。俺が PK だとあっち飛んでいく。マジで。ちょっとじゃあ多分もうここから先はね、あのもう事務的な作業になるんで、皆さんじゃあまた随時僕生放送していくんで、あの加藤純一キングスリーグ世界優勝の旅応援してください。ちょっと特貫工事で携帯での生放送失礼しました。ご視聴ありがとうございました。